こんにちは、マセです。今日は1980年の金価格最高値は今と同じ状況っていう話です。1978年から第二次石油危機が始まったんですけど、これをきっかけに金価格が最高値更新したんです。円建て金価格が 1g6600 円、そしてドル建て金価格が1トロイオンスあたり 850ドルです。この石油危機器で4倍上昇しました。原油価格はこの期間2.5倍ぐらい上昇しました。12ドルから32ドルぐらいまで上昇したんです。きっかけはイランです。イランの政権交代をめぐるごたごたで、イランの原油生産が止まってしまったんです。イラン革命って言われてるものです。そしてオペックが 1979年から原油価格を4段階に分けて14.5%上げますよって発表したんです。そういうこともあって原油価格が上昇してしまったんです。そうなると物価が上がってくるわけですけど、アメリカの物価は1979年に前年比で11%上昇しました。そして1980年には 13%上昇しました。現在のアメリカの物価指数は8%です。日本は1979年に3.7%上昇。1980年に7.7%上昇しました。ここ最近の物価指数は0.9%です。まだまだ低いですけど、今後もうちょっと上昇します。なぜかというと、 原油価格の上昇が止まっていないからです。もちろん石炭とか天然ガスなんかの価格も上昇してますけどね。原油価格で言うと、パンデミックの前は60ドルだったんですけど、ここからパンデミックが発生して、一時マイナス価格になりました。そしてここから徐々に徐々に上がってきて、現在は110ドルです。 60ドルから考えると2倍です。マイナス価格から考えると100倍以上っていうことになります。もうね、戦争前から価格は上がってました。理由としては、ロックダウン終了による需要の回復、あとは世界中の金融緩和、そして原油生産への投資の減少とか、いろんな理由があります。 今回は戦争も加わってドカーンって上がってしまったんです。ですから今回も世界中の物価上昇を考えると石油ショックって言ってもいいと思うんですよね。もちろんエネルギー価格の上昇だけが物価上昇の要因ではありません。サプライチェーンの混乱によって物価が上がるとかね。こういう理由もあります。その結果金価格は 1g8500 円と史上最高値を更新しました。当時は第二次石油ショックと同じ時期にソ連のアフガン侵攻もありましたから、今の時期と非常に似てます。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。